はい、どうも、しこです。今日は久々にゲーム機の開封動画をやっていきたいと思います。もうちらっと見えちゃってるね。もう早速見せます。はい、こちら Xbox One X です。中古で2万円ぐらい、1万9000何円で、するぐらいで買いました。こちらをね、開けていこうかなと思います。いやー、ついに来ましたよ。これね、僕頼んだのね、いつだっけな、今日撮ってるのが12月27なんですけど、頼んだのね、いつだっけな、17とかだったはず。16か17日に頼んでるんで、 1週間半ぐらいかかっちゃいました。なんかまあ、するぐらいで買ったんですけど、するぐらい結構ね、遅いという定評があるみたく、もうだいぶ待ちましたね。まあでも来てくれたんでよかったです。こちらがまあ多分コード類とか、あ、よかった、コントローラーあるわ。いや、今仕事帰りでね撮ってますいや疲れたけど、もうゲームこのために僕が頑張ってたからね。はい、来ました。 Xbox One X のコントローラーです。しかもプロジェクトスコーピオン、スコーピオンだっけ、スコルピオだっけ、プロジェクトスコルピオの、これ ローンチのあれじゃねえの、知らねえけど、あんまり僕意識しないで買いましたけど。で、これ多分 USB で、あ、違う、 HDMI だ、ごめん、 HDMI で、あれです、あの AC アダプター、まあ、Xbox One S からはもうこういう感じでね、あのデゲー、あのカステラみたいな AC アダプターじゃなくなりましたからね、相当スマートになっております。で、こちらが本体なんですけど、なんとすけど重たいんだよこれ。はい、すげえ重たい、ドアめちゃくちゃ重たい、こんな重たいんだね。 1S もちょっと軽かった気がする、なんかで持ったことある気がするけど、こんな感じです。もう全面黒、いや、いいじゃないですか、このシンプルさ。あ、これ片手で持ったら腱鞘炎なんじゃないかっていうね。はい、こちら前面でボタンですね。あの僕 Xbox One の初期型持ってますけど、あれはねセンサーっていうか、まあ、あの触れるだけでピコってなるんですけど、これは押すパターンですね。で、これがあんまこのボタン類分かってないわ。リジェクトなのかな、これでディスクなのかな、ディスク出したりなのか、それともコントローラーのあのペアリングで使うのかな。ここになんかあるんだけど、これは触れたらピンってディスク出んのかなって感じですね。後ろは重たいクソマジで重たいですこれまあまあコード類というか、コード差し口類があります。はい、もう説明不要でしょう。もうね、もう何年ぐらい経つんだ、6年前のゲーム機ですからこれ、 1X もかれこれ。でもかなりね性能はいいと思います。で、まあ、4K ウルトラ HD とかね、 4K ブルーレイ、あと HDR 対応してますんで、かなり、あの今時代は シリーズ X ですけど、全然ね見劣りしないと思います。これはこれで全然ねいいと思います。で、僕はね初代の Xbox One しか持ってないので、かなりのジャンプアップになるわけですけども、まあ、なんで今回ね、あの 1X 買ったかって言いますと、まあ、シリーズね、シリーズ S もちょっと考えたんですけど、まあ、あれはディスク読まないじゃないですか、ダウンロード専用なんで、のゲームしかできないんで。で、僕結構360の互換対応してるタイトルディスクで持ってたりするんで、そうなるとやっぱあのね、シリーズ S 買ってなんかその辺遊べないってなるとちょっと嫌だなっていうのと、あとそれだけのためにシリーズ X を買うっていうのもちょっとなっていう、あの高いですし、でぶっちゃけ僕パソコン持ってるんで、ゲーミング PC あるんで、あのまあシリーズ X とかで、まあ、ゲーパスとかで出てくるようなゲーム一応 PC で遊べるんで、まあそれだったら 1X かなっていうね
感じにしました。 1X でも相当あのエンハンスのだったりそういうなんだろうなあのまあ互換のゲームでもあのよりフレームレートがいい状態で遊べたりとか画質が良くなったりとかっていう恩恵あるのでまあ 1X でいいかなっていうことでした。まあ安かったですしね、もう2万切ってますからね。ちょっと前まで3万4万したと思うんですけど、まあ多分シリーズが出たことによってね下がってるんだと思います。なので今ちょっと買い時かなっていう感じがしますので、皆さんも気になる方はあの遊んでみてはいかがでしょうか。ちょっとすごい見下ろし視点になっちゃってますけどすごい変わった開封動画でしょこれ。三脚ねちょっと高めに撮ってるんでこうなっちゃってます。ミスったかもねまあたまにはこういう価格で、ちなみにこれは多分ゴールドメンバーシップのなんかあれかな、宣伝、あいやコードあるけど多分使えないと思いますということで、Xbox One X を、開封してまいりました。最後どうしようかな。まあこれを機にね Xbox の配信ちょっと始めいっぱい始めていければなと思ってますんで、お期待ください。なんかあの面白いタイトルとかあったらね教えていただければなと思います。僕 Xbox に関してはねほんと素人なんでね、あんまり有名どころは知ってますけどね、あのマイナーなところとかあんま分かんないので、ヘイローとかギアーズとかその辺はさすがに分かりますけど、あとまあフォルツァホライゾンは割とシリーズどれもやってるんで、まあ最新作のフォルツァはちょっと遊んでないですけどまだっていう感じでございますので、あのぜひ何かあればねお教えいただければなと思います。というわけで、今回は Xbox One X を開封してまいりました。配信お楽しみに。ありがとうございました。お疲れ様でした。